何大沢さんこれ何、はい、バーレス、そうですね、クラブバー自分で加工して自分で加工して、はい、言うたらこれってグリファスってこのバーで抑えられてますもんね。あ、そうですね、後ろの外装はバーで抑えられてるんで、なんで最初取ろうかなって思ったんですけど、まあ、はい、結構穴も開くし、はいはい、見た目的にあるかなと思ったんで純正を加工してサンダーで切り落として、で言うたらこうなし、そうですね、はい、にしちゃった、はい、これは初やな、これ自称日本初です、自称日本初、はい、いやこれはないわ、でもすごいわ、めっちゃすっきり見えますもんね。そうですね、これ、まあ、意外と気に入ってますね。だからバーがなくて、しかも言うたらカールがちゃんと固定されてる状態になるんですよね。そうですね、はい、へえ、かっこいい、こういうところ大沢さんのあセンスほんまええわ。そうですね、もうこだわりですね、腹立つわ久しぶりに聞いて豊さんこれもやってるんですよって見て、かっこいいやんみたいな、腹立つ、いやかっこいいっすよ、でもありがとうございます、これはいいわ、へえ、これ言うたら純正加工、純正加工です、はい、純正加工で言うたらこんなに綺麗にできちゃうの。そうですね、サンダーで切り落とした、あとはもうペーパーで鳴らして、ペーパーで鳴らしたってここ、はいはい、切ったところ、そうそうそう、あ、へえ、あとは塗装して綺麗に作りますよね、ほんま。一応失敗した時用にあのヤフオクで中古をもう一本用意します、もう一本用意用意周到すぎるわへえ、いや大沢さんほんま久しぶりに来てくれてほんま嬉しいですもんね。久しぶりですね。どうですか大堀の集まり。いや初めて来させてもらいましたけど、もうちょっと刺激が強すぎて、刺激が強すぎて刺激が逆に僕が刺激もらってるわほんまに。ここまでカスタムする人おらんで、ほんま。いやいや、でもね、負けてられないですね。いや、何の勝負、何の勝負ほんま。でもほんまこだわり強いわ大沢さんも。紹介してから1年、そうっすね、1年は経ったと思いますけどね。ねえ、はい、ほんま今後もちょっと進化の止まらん車両ですよね。そうですね、これからまだまだ通過点、まあ通過点、まあ忙しいとは思うんですけど、す、ね、また遊びに来てください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ライトコーナマジで？え、帰ったん？帰ってきたやん。めっちゃ紫に光ってるやん、こっちは青やん、自分らあれやな、若干信号じゃないもんな紫入ってるからな、黄色がない、黄色がない、うん、
まあでも女性オーナーって言うだけで花あるっすもんね。お前この辺が女の子らしいもん ね青が好きなんで。青が好き、はい、ね、また遊びに来てくださいね、はい、ありがとうございます。また遊びに来てください、はい、ありがとうございます。またね、ぜひぜひ。めっちゃ一生懸命押してるやん。ありがとうございました。今日はもうマジでグリファスいっぱい来たな。グリファスだらけや。頑張っても3回にしか無理やからね、これ。すごいよ。3回来てる。だって何回これあの釣らして炙ってたの。じゃあ初め右回しでねじってその上。バズるやん。マジっすか、やっぱ変わったっすか。また遊んでください。気ぃつけて帰ってください。かっこいいよねこの2台。ほんま仲いいんか悪いんか分からんけど、ほんま仲いい。ほんまかいな。まあいいし、そうやね。ほんま気ぃつけて帰ってくださいよ。ありがとうございました。気付けて。
隊長疲れてもてるんですよ。今日もようさん遊びましたね、ほんま。皆さんね、ほんま。ソニックレーシングの方々。いや、マジで久しぶりにほんまかっこいい車両来たもんね。うわ、アメンドのステッカータンクに貼ってあるやん。おしゃれ。これ、ほんまようやってるよね。なんか関西まだまだ眠ってる車両いっぱいおるな。うわ、っていうかアメンドのパーカー着てるやんこれ。なんかもう最近あれやな、車関係の人いっぱい来るなほんまに。アメンド代表なんで。アメンド代表。アメンド代表で来たね今日は。いや代表なだけあるなこれ。めっちゃかっこいいもんな。いや来た時点でちょっと引いたもんな。かっこいいの来たなと思ったら、あ俺あ連絡くれた子みたいな。そんなことあると思って。いやでも今後なんか仲間いっぱい増えてきたねほんまに。かっこいい車両いっぱい出てたもんね。うわ、五型もこれ結構バンブル入ってるしね。結構やってるよね。オイルクーラーついてるやん。やらんとなんか温度がめっちゃ上がるんで。あ、そうなんや。聞いたら五型がやっぱ他のところって結構上がりやすいみたいですね。でパーティーのねこの、あ、ねこのスティッチが入ってるこれ、はい、結構可愛いもんね、はい、いやなんか新しい人らいっぱい増えてきてほんま嬉しいわ。今後ともちょっと付き合いの方よろしくお願いします。顔出しは？あ、僕は別に大丈夫です。 OK、 初めから言うとこ俺。今日初やね。初来ていただいてどうでしたか？最高っす。今日はちょっと台数多かったもんね。3、40台来たもんねほんまに。いや今後ともねちょっとねお付き合いの方ぜひぜひよろしくお願いします。じゃあ締めるんで、多分僕のチャンネル見てると分かると思うんですけど、ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんご一緒にスクーターなめんなよ。またね、ありがとうございます。これちっちゃいわ。あ、めんだやねんか。もうちょっと大きくいこうや。ありがとうございます。いやでもかっこいいわ。腹立つな、お前。来る人みんなかっこいいもんな、はい、まあ、自分もやけどな。みんな綺麗にこだわりがあって、ね、いいと思います。いやでもマジかっこいいわ。お前夢はあの車両紹介なんで。車両紹介よし、いつでもしよう。大事しよう。マジですか？これはもう車両紹介のレベルやじゃん。まだ新参者なんですけど。全然僕もかっこいいと思ったらすぐやるから。ほんまに、いや全然もうこの辺のレベルは全然ほんまに。その代わりアメンドさん紹介してね。あ、アメンドさんほんまに。でもなんか縁あるなほんま。 ESB のサラちゃんといいほんまに。まあほんま気ぃつけて帰ってください。まだ遊びに来てください。どっちが帰るんですか？はい、了解です。
ことするもんね。これでもホットラップの初期やもんね。初期マフラーやもんね。すごいわ。ありがとう。もう気付けて帰ってくださいよマジで。ねえ、もうまあ豊かチャンネルではね、もう おなじみの車両やったけど。いやかっこいいもんね、ほんまに。あ、お疲れ様です。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。締め方いつもエグいから。ありがとう。気をつけて。隊長ありがとうございました。手の振り方かわいい。ありがとうございます。どうも。ゴミ拾いもね終わってね、今日もね綺麗に使わせていただきました。本当ありがとうございました。今日はほんま多くの方ね集まっていただき本当にありがとうございました。またね集まる際は、まあ来たい方もね結構いらっしゃるみたいなんで、またねインスタの方で DM とかいただければちょこっとずつね、まあ全員の方を全てね呼ぶことはちょっとできないですけども、まあ、順番順番に新しい方と交流もしたいと思ってますんで、よかったらインスタで豊かチャンネルまでご連絡ください。ご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さんご一緒にスクーターなめんなよ。またね。ありがとうございます。いや最近ゴミ少ないからめっちゃ楽やわ、ほんま。ありがとうねみんな、ゴミ拾い。